はい、こんにちは、タートルです。今日はですね、太ももの裏と二の腕を同時にね、鍛える方法を紹介しようと思います。まあ、最近ね、尻トレとかってよく、言ってるんですが、お尻も大事なんですが、やっぱりね、太ももがね、やっぱり細い方が足も、長く見えるし、男性の目線ってね、年々下に降りていってですね、やっぱりお尻、足とかふくらはぎとか、あの辺をついついね、見ちゃうんで、太ももがやっぱり綺麗な方が素敵な女性だと私は思っております。ということで、今回ね、太ももの裏と二の腕、なぜ太ももの裏なのかというと、太ももの前側、例えばスクワットをね、基本的に足を細く したいと思ったらやってる人多いと思うんですが、実は、タートルはですね、太ももの前側はあんまり鍛えてほしくないんです。というのも、人によってはですね、太ももの前が発達してしまってちょっと太くなったりね、あとは疲れが取れない人なんかは太ももの前が張ってしまって筋肉質な感じのね、足になってしまう人もやっぱりいますね。あとは体の硬い人とか、あとは太ももの前と後ろのバランスが悪くってですね、裏が少ない、表ばっかり筋肉があるっていう人なんかはやっぱりちょっと綺麗な足にはならないので、太ももの前側はあんまりね、鍛えてほしくないというかは、タートルはメニューに入れません。なので今日は太ももの裏を鍛えて、太ももの前側っていうのはあんまり使わないでおくと、日本人が綺麗な足だなって思うような、ちょっと華奢で細い足に、なっていきます。しっかりガンガンスクワットするして体脂肪を落としていく人もいると思うんですが、タートルの場合はね、あんまり筋肉質な感じにならないように、あとは食事を管理しながら、最小限の、体がバランス悪くならない程度のメニューでスタイルを作ってもらっております。なので今日は太ももの裏と二の腕、これ同時に鍛えれますんで、ぜひね、足の形、太ももの前側がちょっと気になるなって、スクワットしても足きれいになんないなって思う人には、すごくおすすめです。そしてあと運動したことない人っていうのも、太ももの前をあまり鍛えるんではなく、裏をね、しっかり意識鍛えてもらいたいと思います。じゃあ行きます。まずですね、手を後ろについて、指先は自分の顔の向いてる正面に指先向けときます。そしたらこのままお尻を持ち上げるんですが、足がね、今膝が90度に曲がってると思うんですが、このまま動いちゃうと太ももの裏に負荷が少し軽くって、ももの前側を少し使ってしまうので、この足の位置を少し前に出します。これぐらい、これぐらいの位置で太ももの高さと合わせて、まず右足を上げましょう。この状態でこの膝がですね、あんまりこっちに行かないように、必ず90度の角度よりも前の位置に足を出して、反対の足を伸ばします。このままですね、足を伸ばしたままで肘を曲げます。こういう感じで、まず5回、1、2、3、4、5、こういった感じでやります。でまた足を反対に変えてですね、お腹も引っ込めて肘を曲げます。1、2、3、4、5、また反対に変えます。1、2、3、4、5、で反対、1、2、3、4、5、これが両足でもいいんですが、ちょっと両足だと太ももの裏に行く負荷が軽いので、片足持ち上げてですね、反対の足は少し前に出して、で足つくところがもし少しね、つま先が浮いちゃってもいいです。あんまりこうやってやっちゃうとふくらはぎに少し負担がいっちゃうんで、こういう感じでできるだけ足の裏をつけて前に出して、肘を少しだけ動かすという感じでやってもらったらいいと思います。で肘曲げるのもやっぱり脇広がらないように、しっかり真後ろに肘を曲げる。こういう風に手をついたら、こういう風に脇を締めたまま真後ろに肘を曲げてください。はい、お疲れでした。今のですね、10回は結構きついんで、片足5回ずつ、5回、要は肘をね、5回曲げるのを右足左足で交互にやってですね、それを3から5セット、5回ずつを3から5セット、3から5やってもらえたらですね、十分効いてきます。でもし太ももの裏を使ってる感覚がなかったらですね、太ももの前側を触ったりしてですね、前が力入ってると後ろに力が行きにくいので、太ももの腿に力が入ってないか確認して、足のね、伸ばす角度を、この角度をね、ちょっと調節してもらったら、太ももの前ではなく裏側にしっかり効くようにできます。ということでね、今日は二の腕と太ももの裏、このメニューはね、すごく効率がいいです。女性の気になる部分、二の腕と太ももの裏を同時に鍛えれますんで、時間の効率もいいし、あとは普通のスクワットだったら体の硬さによってはね、太ももの裏が使いにくいんで、これはおすすめです。あと
最近ね、本当にみんな YouTube 乗っけてて、動画の編集凝ってて、例えば効果音とかテロップとかみんなやってるんですが、まあタートルはね、あんまり編集苦手なんで、単純な動画ではありますが、ぜひ参考にしてください。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.